はい、どうも、優しいお兄さんです。本日はですね、グランドセフトオート5ね、お兄さん、買ったんですけれども、操作方法がね、わかんないんだよね。今ね、なんか車をね、盗んでこい、盗んでこいじゃないな。取り返してこいみたいな言われて、人様のお家に侵入してるんですけれども、車、どこだろうね。お、人がいる、人がいる。玄関。ああ、イチャイチャしてるね。どうすればいいんだろう。ああ、そこか。ああ、あったあった。これね。これまずガレージ開けなきゃいけないんじゃない？どうやって開けんな？乗れば普通に、いけんのかな？よし。さあ、どっから出んのかな？よしよし、オッケー。さあ、優しいお兄さんがね、おいおい、まさか GTA をやるなんて思ってもみなかったよね。今ですね、まあ、車のディーラーさんにね、このお車を、なるべく無傷で届けるようにね、お兄さん、あれ誰か乗ってる。はあ、そもそもこれね、録画されてるのかっていうね、ところもありますけれども、まあ、お兄さん、口数少ないと思いますけれどもね、おい、急にね、右折してくんなよ。お兄さんね、どうやら悪いことに加担してるみたいでね。これ散歩するゲームだと思ったらば、またちょっとね、風合いが違うみたいでね。道も全然わかんないんでね。おっかなびっくりアクセル押してますけれども。着いたよ。はいはい。どの辺で？この辺でいいっすかね。ん？どこで止めりゃいいんだよ。もう止めていいのかな？あれ？これ中入んのかな？お兄さん、指示の内容がよくわかりません。あ、ここでしょ？
あの前に乗ってるのがお兄さんね。はあ、ディーラーの窓に突っ込め。よし行くよ。あれ、はい突っ込んだよ。なんだろうね。近接戦闘、スポーツやアクティビティをしている体力スキルを上げる。よくわかんないけれども、まあ、こういうゲームということでね、お兄さんしばらくこれで、遊ぶことになりそうですね。ひでえ痛めつけ方だな。なんだこれ、主人公コロコロ変わんの？まあまあまあ、お兄さんね、ちょっと自由に遊んでくるわ。操作方法全然わかんないんでね、ちょっとこれで操作方法を学びたいと思います。車から降りたと思ったらなんか怪我しちゃったみたい。なんだよこれ。ん？わあ、お金ない。あれ、趣味と娯楽を楽しめるようになった。マイケルコートを買ったけど全く使わないよね。はあ、さて、さあさあさあね、よいしょ。ああ、なるほどね。多分これ、あの主人公を切り替えながら遊んでいくんだろうね。ね、ゲーム上の優しいお兄さんを作って遊ぼうと思ったんだけれども、そういう感じでもないみたい。あれ、何これ、高速なんかの幹線道路に入ったみたいですね。さあ、お兄さんとね、ドライブをね、楽しんでいきましょうね。お兄さんが操作方法を覚えていく動画、等がありますね。これ入れるのかな？これ行ったら帰ってこれねえとかなるのかな？まあまあ、なんてことなくね。とりあえずこの辺で、おっと、
バイク欲しいな。どうしよう、戻りたいな。そこ、おっしゃい。うん、いや、しかしすごいね、このゲームって。それそれ。どうしようかな。いやー、広いな、しかしな。すげえ。おー、バイクだ、バイク。おらしょ。さ、お兄さんのバイク。わー、お兄さんのバイク壊れちゃう。よしよし。おー、これはいいね。あー、いい。お兄さん初 GTA なんですけれどもね。おいしょ、おいしょ。おとといこのゲームが届きまして、ですね、インストールをずっと行っておったんですけれども、インストールできなくて、んで、フォルダーをね、いろいろコロコロ変えてインストールしてたらば、どうやら日本語でつけてたフォルダーね、あ？なんだ？あ、泥棒？泥棒だって。お兄さん泥棒やっちゃったみたい。お兄さん優しい人だからね、ちょっと盗まれたもの返しに行こう。どんだけ。あれ、バイクなくなっちゃった。 あった。うーん、お兄さん気分いいな。いいことした気分だよ。わ、バイクいいなこれ。車よりもすごく機敏に反応してくれて。ああ、すげえな。ブレーキもね、全然軽く効いてくれてね、いいバイクです。ああ、それでね、お兄さん昨日、おとといこれゲットしまして、アマゾンから届いてね。で、昨日、おとといと、インストール、パソコンでしてたんですけれども、全然ゲームできなくてね、なんでこれ、買ったもんでこれひどくねえかって思ってずっとやってたんですけど、昨日の晩、とうとうね、動くっちゅうところまで至ってね、お兄さんインストールするフォルダがいけなかったみたいね、日本語で名前つけてるフォルダでインストールしてたら、どうも反応悪くて、なんでね、もうやむなく全部ローマ字っていうかね、半角英数字のフォルダを作ってインストールしたらば、もう普通にいけるようになりましてね。なんだよこれ、説明書もねえしって思いながらやってたんですけれどもね、
でお兄さんも晴れて人生初 GTA なんですけれども、まあまあ割と普通に操作できてますね今のとこ。よいしょ。うん、M っていうね、左下のマップにある M だか N だかっつうとこに今お兄さん向かってます。この人お家に帰そうと思ってね。どっから入んの。隠れ家。ベッドで寝るとゲームでセーブ、ゲームをセーブ、セーブしよっかな。うん、一旦セーブしてこの動画がちゃんとね、撮れているのかどうかっていうのをね、確認したいな。うん、参加できるアクティビティがいろいろ見つかる。おばばば、やばいやばい。まあ自分家なんでね。あれ、そういえばバイクどこ行った？バイク。バイクをね、ガレージに入れたいんだ。お兄さん、あのバイク気に入った。ね、この、なんつうのかな、グロムみたいな。お、ヘルメット被った。ね、この音もいいよね。さあ帰ってきたよ。この人ん家は家族がみんな仲悪いみたいね。いいね、向こうの生活はね、憧れるよね。お兄さんもプール付きの家に住みてえな。あれ？これもう一人の主人公ですね。このおっさんは何かしら引退をしたんだね。So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. Guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're being fine with me, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what.
At least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. We're taking my wife's car. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad? Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it! I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it, they just want to take it! I'm hiding in the head! You're insane! Alright, I'm coming! For my boat! Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. さてね、自慢の息子がね、ヨットをパクられたっつーことでね、もしくはパクられかけてるっていうところで、お兄さんね、ヨットを取りに行こうと思うんだけどね、ガレージってどこだっけ？あれ？ガレージ。あ、ガレージの前に、ちょっとこのお父さんね、背中が汗びしょびしょなんで、ちょっと着替えてから行こうね。なんか今カチャって。これはなんだ、娘の部屋だな。うん、違う違う、娘の部屋じゃねえよ。自分の部屋どこなんだこれ。これ開かねえぞ。これか。なんだ、着替えれねえじゃねえか。まあ、しょうがねえな。あれ、セーブもできねえ。もうしょうがないね。これ家出るわ。どこ行けばいいの？あれ、あの人乗ってこねえのかな？Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper wearing motherfucker?
Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. そろそろ着きそうだね。あれか。フランクリンをヨットに近づけろ。なんであれ。おお、パネな。あれ？落ちたぞ。なんで落ちちゃダメだろう、フランクリン。これはなかなかしんどいな。さあ、素人のお兄さんがね、おいおい落ちんなよ。ちょっと待ってーな、車が多いんです。落ちんなよ落ちんなよ落ちんなよ、あ、絶対落ちんなよ。おいおい、ジーザス、あー、ごめん、また落としちゃった。難しいな。あのトラックさ、タイヤとかさ、穴開かねえのかな。ダメか、ダメだな。じゃあいいわ、近づくわ。ナイス、いった。あー、逃がすな。あいつ行ってっかな。よいしょ。いやー、あのトラック結構速いぞ。
すげえな、お兄さん結構腕いいじゃないか。なんだよ、ちょうどいいところに車がおるの。待ってろジミー。降りろ降りろ。おい、乗った乗った。はぁ、ナイスナイス、乗れ、ちゃんと乗れよ。え？あれ、ボートどこ行った？ロスサントスカスタム、おいっしょ。ほら、It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job.It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing, 何これ、すげえ渋滞してんな。That's all I can see. Frankly.取れるか？お兄さんは割とうまいことちゃんと操作できてるね。ね、しばらくの間お兄さんとのドライブをね、お楽しみください。降りんのこれ。おい。あ？ここどこ？こっち？いや、しかしこのゲームは広いね、世界が。すごいわ。よしよし。道はまっすぐ。あれが車屋さんかい？ここ？どこだ？これ？これか？So you sure you're good? Yeah, I got this.
Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie.修理したいね。修理したいけど。開かねえじゃん。どっから入んの？何これ。あ、これ。これいろいろ変えれるわけ。へえ。バンパー。あーでもこの車はそんなにね、お兄さんあんまり思い入れないからね。減ってる減ってる、やばいやばい。ああ、いいや、もうこれで。さあ、赤い部分からね、お兄さんが間違ってね、黒い部分にしちゃったっていうところでね、さあ、あ、行きましょうね。なんだ、アイフルートってなんだ。ちょっとなんか iPhone。 Dude, my dad is retired, like fully. Like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know. He seems okay. iPhone アプリをゲットしました。あ、そんなわけでね、ドライブ、ドライブ。よいしょ。ツールールはちゃんと守らないとね。
さあ、着いたよ。Play darts or get our drink on? Strip clubs? Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. ああ、バイクが。すごいね。なんだろうね、お兄さん何したいんだろう。グループ6、とりあえずあれなんだ、献金輸送車なの。おい、
お兄さんやられましたね、現金輸送車ね、まあまあちょっとねこれ録画できてるのかチェックします。あ、できてるっぽいな。